はい、皆さんこんにちは、カセントです。プレイステーション VR、 こちらのね、商品の開封をしていきたいと思います。まあ、この VR ね、そもそも何ができるのか、まあ、そういうところもね、ちょっとこの動画ではお伝えしたいなと思っております。あ、こうなってんだ。箱を守るためのなんかケースみたいな感じですね。ここが行きました。はい、これが箱ですね。なんか結構しっかりしてるね。おお、かっこいい。で、プレステとの接続方法とかが書いてある、ちょっと大きめなマニュアル。こんなに大きい必要ある？続いて、これなんだ。これさ、箱もう少しさ、小さくしたら安くなっちゃねえのって思うぐらいな感じだ。これはなんだ。これはカメラかな？違う？もう全く何かわからない。2番と書いてありますね。まあ、ちょっと出していきましょう。あとなんかイヤホンとかマイク系のものがついてます。こちらの3番とか全然わからない。ケーブル類が非常に多い。早くさ、あれやりたい。これ早くやりたい。いつ出てくるんだろう。で、これはなんだ。これもなんか設置系のものですか。あ、カメラですね、カメラ。このカメラが一体何にどう使うのかちょっと全くわからない。そして本体です。本体です。あとはね、殻ですね。やっぱりこれをね、つけたいよね。なんかすごいね。え、入らない。俺押しながら回すんだ。で、自分の頭のこんな感じ？こんな感じです。合ってる？大丈夫？うん。こんな感じです。まあちょっとね、こっからはこのプレイステーション VR どんなことができるのかっていうのをカタログが入ってたんで、これを見ていきたいと思います。見るとね、海中に入っている絵だったり、空を飛んでるシーン、うん、こういうのが書かれています。まあ、実際にこういうのがね、これつけることによって、この360度、うん、海の中にいるシーンだったり、空を飛んでいるシーンみたいなのが体験できるそうです。で、他にもちょっとね、わからないんですけど、一人がこの VR をつけていて、他の方がコントローラーを持っている、うん、こういうシーンもあるので、まあ、どういった遊びができるのかな。まあ、家族や友達とも楽しめる多彩な VR ゲームって書いてあるんで、まあ、ちょっとここら辺もね、楽しみです。まあ、あとは車に乗ってるやつとかね、レーシングゲームとかすごそうだよね。あとはファイナルファンタジーが出るとかね。で、グランツーリスモもなんか対応するっていう感じで、で、おそらくこれをつけて、もうこれが、今まではテレビ繋いでたじゃないですか、プレステとか。もうこれが画面になって、コントローラーを持ってこういう風にやるっていう感じだと思います。詳しいことわからないです。で、今対応してるソフトがね、どういうものがあるかっていうのもちょっとまだ私分かってない部分があるんで、そこら辺もね、動画とかで今後お伝えしていけたらいいかななんて思っております。それではね、これからちょっと、プレステと、あとまたテレビとね、つないでやっていきたいと思います。じゃあそんな感じで終了したいと思います。バイバイ。